は西岡明彦、解説は岡田武史さんです。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて岡田さん、両チームともに気合も十分、いい試合が期待できそうですね。そうですね、期待したいですね。試合が開始されます。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。雰囲気がありますアルシャビン。このパスはダメでした。通りません。つながります。ライトフィリップス、スティーブン・アイルランド、ディフェンダーがクロスをさばきます。アルシャビン、これはパスミスになった。ここにサニアがいます。動きに躍動感があふれますウォルコット。ファンペルシー、アデバヨー、ライトフィリップス、テベスが行きます。パスコースにはディフェンスがいます。クリシーがさりげない存在感。ホイッスルが鳴ってファール、フリーキックとなります。アデバヨー、さあロビーニョです。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ウォルコット、ファンペルシーが行きます。つながった、あっとアデバヨー、ファブレガスです。テベス、アデバヨールがマークをすり抜けた。このボールキャッチします。強い、体をうまく使います。ボールを取った、デニューソン、あっとこぼれた。ロビーニョ、エマニュエル・アデバヨー、この動きがライトフィリップスです。スッといつの間にか奪った。よく見ています。デニューソン、岡田さん、今日はアーセナル勝ちたいですね。そうですね、大事な試合ですよね。ここでシュート、パンチングで弾きました。アデバヨールからのパスは通りません。アーセナルがそのまま続けます。流します、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。アデバヨール、アデバヨールですが、これはミスになります。ここからゲームを作り直しますか。これはファンペルシー、さあゴールの方向を向きたい。ルーズボールになった。ファンペルシー、ボールはキーパーです。こっから繋いでいきたいですよ。テベスが絡む。ここにいたのはイングランドのスピードスターことライトフィリップス。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。スティーブン・アイルランド、いい形ができつつある。ここで網にかかる。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。このパスはダメでした。通りません。ボールをダッシュ、寄せが早い。ゴールを見る、決まったも同然だ。ゴール、試合が動きました。これはこの後ホームの意地にかけて攻めなければなりません。こんなのを打たれてしまったら、さすがにキーパーはもうどうしようもないですか、岡田さん。どうしようもないですよ、西岡さん。さあキックオフ。アーセナル苦しい状況ではありますが、勝ち方を知っているチームです。まだ分かりません。アデバヨールからのパスは通りません。あっとこぼれた。ファブレガス、いい形を作りつつあります。
リチャーズ、スローインに変わります。ミスパスがありました。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。ガエル・クリシー、さあ折り返した。攻撃の手には渡りません。ブリッジ、バリーが抑える。ゴールが見えてきた。体を当てて取る、奪った、ゴール、同点となります。同点となりました。激しく喜びを表現しています。これは逆転しちゃった時にはどうなっちゃうんですかね。ゴールを許した直後でしたが、すぐに攻撃を仕掛けて同点ゴールを決めました。こういうことはたまにあるんですよね。気が抜けてしまったと言いますか。アンドレイ・アルシャビン、あとは蹴り込むだけだ。入った、これはナイスシュート。見事なゴールに見事なパフォーマンス、決まっています。決まってますね。これはうまくシュートを打ちました。ボールがセンターサークルに戻され、再びキックオフ。試合はアーセナルがリードしています。さあ周りを見たい。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ファンプルシー、ウォルコット、ディアビ、デニューソン、アルシャビン。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ディアビ、フェルマーレン、ルーズボールになった。ロビーニョは絡みます。抜いた、ボールはまだ生きています。ミカ・リチャーズがこの位置にいます。テベス、チャンスの匂いのするパスです。テオ・ウォルコット、アイルランド、ブリッジ、ショーン・ライト・フィリップス、ファンプルシー、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ロスタイムが表示されました。強い、体をうまく使います。ボールを取った、ウォルコット。マンチェスターシティのスローインで再開です。ファブレガス、これはパスミスになった。これはアデバヨー、テベス、ここで前半終了です。